じゃあ始めますね、続けて。はい、すいません、ありがとうございます。でも一回やるとだいぶスッとなりますね。さっきのあのカスガイだけでも。やっぱよく動ってらっしゃるから、はい、歪みも出やすいですけど、治りも早いっていうか、正しく圧かけてやれば動きやすいは安いんですよね。助かります。助かります。でも自分のことか。だからで、まあ、今まで怪我も大きなものなくやれてるっていうのあると思うんですよね。仙骨気持ちよかった。ちょっと強めに、大丈夫ですか？きつかったら教えてくださいね。すごい。うわうわ先生今日なかなかえぐりますね。ちょっとはい。いいですね。はい、おおピンポイントですね。ピンポイントな左。いやそうですね。でもさっきよりまだ早いよなってきてるんですけど。すげえ。さっきちょっと強力にグリップされた感が。ああ、そこすごいですね。言葉にできないです。黙っちゃったっていう。もうなんかこうちょっとね、あの息ができるなんか状態ではなかった。痛すぎて。これでどうですかね。だいぶ。うん、すごいなあれ、
痛い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 んですね。痛い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 。筋肉痛的な感じですかね。分かんない。もう自分でも分かんなくなっちゃった。とにかく痛い。おー、それ先生的な技ですね。これ岩ちゃんの真似ですね。マジ？秩父ね。いやるな。いやー、これすごい。えーい。こんなことやってたかあいつ。なんか楽しんごさんとかがこうやってやってなんかどうですかどうですかってやってるのあれしましたけど、ゆうちゃんこっちに手ついてこれでグーって挟んじゃうんですよね、足を浮かして。いいなと思っていいなと思ったらすぐ真似するんで、筋トレにもなりますね。そうですね、比較的両手ついてるんで安定して押しやすいんですよ。お店じゃできないなこれですかね。あとベッドの幅が狭いと無理ですので。ああ、うん、幅そう、まあでもそこまでどうだろう、男性でここだけ幅と寝たというのは。いやー、ああ、左がめちゃめちゃ痛い。左がね、全然沈みが違います。右と左で痛い。なんでこんな違うんですか。痛い。ダンスのせいなんですかね。なんすかね、もうそれだけじゃ説明がいや、ちょっとすごい極端ですね。なんかかばってたりしたんですかね。でも荷物で大変ですね。うん、まあね、大変ですけどね、でもしょうがないですね。うん、これプラスあの、レッスンのやつとか入ってたらいっぱいもあるんで。あ、まあ、ありがたい話ですよ。まあ仕事があることはいいことですね。全部自分でできたこと。うん、ガシャ。いい焼きが、うわ。あ、痛そう。痛いけど、痛いけど我慢できる。よし、なんか楽に寝そう。痛い。だいぶ、あの、香ってます、今。老廃物が、あの、揮発してる香りが。うん、すごい。いやあ、つく。いいですね。肩甲骨、まあどこも端っこもですけどね、なんかここがっていう話じゃない。面目次第もございます。はい。うん、そうですね。痛いですね。だいぶ出ていってます。あ、本当ですか。はい、あ、痛い。でも痛いよな。
って緩んできてるからどうですか。そうですね、なんかそんな気がします、うん、そう、でもパンパンっすね。すいませんリフがやったら多分泣くっしょね、俺泣きますね、確実に泣きますね。これが左本背のアイクで痛いな。すごいですね。ね、使ってるんですね。ね、なんですかね。うわこれすごい。ここすごいですね。ここの盛り上がり。ちょっと痛い。でも全然画面から何もわからないと思うけど、すごいちょっと済んじゃってますねこれ。膨らみがあり、激しくありますね。参りましたね。やっぱ足使うんですね。参りましたね。それしか言ってない。鈴木さんいつもここ来て参りました。参りましたしか言わない。あ、痛い。腰悪そう。あ、痛い。これですよね。これですよね。やばいっすね。だいぶやばいっすね。ちょっとやばい、やばめですね。やばたんですね。気持ちいい。やっぱ無理している感じですかね。多分こうおっしゃってたのが全部まあ、ではないと思うんですけど、こう止めた状態で動かすみたいな、なんかこう複雑な筋肉の使い方をしたりとか、ね、なんかやってるんですよね。多分やっぱこう変な凝り方になってしまうっていうのはあるんじゃないかな、ね、やっぱちょっと特殊ですもん。あ、そうですか。すっげー肩甲骨あーでやったらなんでそれ、そうその辺がまた、そうめんちゃんすけないてて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 てピーって伸ばした方がって感じですね。シュッシュッて切り吹きとして、そうですね。うわ。なんかちょっといろいろいびつな感じになってますもんね。なんかこうちょっとここ落としたいですよね。まずちょっとこうたわし洗いみたいな。なんかこびりついてる感みたいな凝り方が。角と角ちゃんと揃えたそうですね。ちょっとちゃんとこう一旦リセットしたいとこですよね。先
先生にリセットしてもらってる、入れてって言ってくるつもりなんですけどね。いやなかなかね、でもこれはね、まあ、わかる気がします。できる限りで、はい、やらせていただきますけど、はい、ありがとうございます。結構無理して使ってるので、うん、本当に一種ちょっと怪我の状態というかダメージがあるんですよね。ダメージ、あー、出て、うん、出て、出て、やっぱ動かすので筋肉痛的な、うんうん、そうですね、ダメージもありますよね。いやー、めったなー、本当に。出て、出て、出て、ちゃんと休めたりとかケアがあのバランスよくできればいいんですけど、なかなかね、追いついてないっていうのが実情なのかなっていう。そうなんすね、ちょっと叩きましょうかね。ありがとう。ちょっと指が入らないです。あ、痛い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 。トークセントも痛いですね。ちょっとバリバリですよね。違いますね。あ、マジさ、左右さん激しいですね。肩といい足といい。すいません。ちょっと使い方が特殊というか、少しやっぱり一般的な使い方とは違ってるみたいですね。なんだかな。
でもあると思いますよ、やっぱこう動かし方とかも早かったり、うん、繰り返しだったり、そうですね、すごいやっぱ普通のこう日常動作とは全然違ってますからね。そうですね、なかなかですね、これね。結構体が温まってきてますね。ね、なんかそういう気がします。
みたいですね。はい、本当に反り腰に今少しなっているので骨盤をちょっと持ち上げたいんですよね。はい、今度は何ですか？今、今年のやつはもう週1回行ってます、はい、すごいですね、うん、毎週行ったれぐらいかな。渋谷名ハチ公前の名物にしようかなと。ああ、うん、そうですよね。続けてれば馴染んで覚えてもらえますからね。ですよね。首が後頭部に響く。張りまくってますね。今日なんかお話どころじゃないですね。1回しか言ってない。前回はあんだけ安野さんの話そうですね、1回しか言ってない。痛くないとこ探す方が大変ぐらい。もうあったら強弱ですよね。痛いのが強いとこ弱いとこぐらいの。耐えられる痛みか、もう耐えがたい痛みかぐらいの。
つ動かしましょうか。ありがとうございます。わかんないけど、いい位置があんまりなんですけど、この辺かな。ありがとうございます。全く何も見えない。そうですね。歩いて幸福実現とも入っちゃってましたけどね。子供もね、面白いですよね。おばあちゃんとの会話でもう食べちゃったでしょとか。もう食べちゃったんですよねって。過ぎた後に。あ、なんかちょっと右痛いな。あ、こっち左。左ですね、こっちは。もう右左もわからないぐらい。だいぶポンコツになってきてた。疲れてしまってるんですね。ちょっと。考えてるってことはそれだけまだね、力が入ってるってことなんで、ね、右も左もわからないぐらいになった方がいいです。痛い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 、なんだこれ、左のこの痛みは。いや、なんかいろんな使い方をしていろんな使い方が溜まってるんですよね、きっと。どこも修復が追いついてないっていうことなんじゃないでしょうか。基本筋肉パンパンなんですよね。すごいこう使い疲れが残ってる。面目ないです。いやだから多分本当はフリーマッサージしてる場合じゃない。もう手疲れてるんですから。そこ言われちゃったよ。気もしますけどね。ね、いろんな疲れが溜まっちゃった。そうですね。多分本当追いついてない回復が。やばい。出悪いですね。大丈夫ですよって言ってあげたいんですけど、だいぶ悪いと思います。だってもうちょっと触るだけで痛いってことですもんね。これ痛いですもんね。ちょっと痛いですね。ねえ、だからだいぶもう本当によくあれですよね、やってますよね。なんかもう寝てても痛かったりしません？あ、なんかね、背中が張ってる時は寝てても辛かったです。そうですよね。多分もうどの体勢でも辛いぐらいなところに来てますよね。どこをしても痛いし。そうなんですよ。もう前も一番はでも頭の疲れからだと思いますね。ここが脳が疲れちゃうと。やる気が出ないんで、はい、回復も遅くなります。そうですね。確か、来週か再来週なんか推薦の会やったかな。あ、はいはいですね、行きますよ、私。いや、俺も行きます、またなんかあれだ、勉強しよう。そうですね。やっぱりちょっとこうやりすぎなんじゃないですかね、佐々木さんは。本当にそうっす、やっぱここから今の体の状態に合わせて休むところは休むとか、休んでるつもりなんですか。痛い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 、なんかこんな頭も痛いの、これ。頭が特に硬いですね。まあでもそのどこもですけどね。やっぱまずはあれなんじゃないですか、精神的な疲れなんじゃないですか。心食感動なんで。すごい頭結構良くなってきた。
が温まって大事なんですよ。おお、来たこれ耳がめっちゃ痛いなしゅこれ家で練習してるんですけど、ね、やられても大丈夫よ。痛いですね。そうなんですね。ありがとうございます。いえいえいえ。疲れてますね。頭がガチガチです。ずれる何がずれるのか。いやちょっとやばいですね。頭皮カチカチですね。おかしいな。またハゲちゃいますね。そうだね。痛い。ちっちゃいこれがいっぱいあるんですよ、この辺。